いから平らだったら簡単に動く、そんなに力がいいんですけど。はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃好きです。今日はですね、アマチュア無線の7メガヘルツの運用に来ています。こないだピッチョさんと初めてのアマチュア無線運用の動画出したんですが、ご覧いただいたように夜だったので、アンテナの設定設営とかね、その辺の運用のことについては細かく載せられなかったので、実際にこの前ピッチョさんに使ってもらったアンテナのセットを持ってきました。今日はアマチュア無線 HF 運用初心者向けに、どういう風にどんなアンテナを設営して運用するのが標準なのかっていう話をね、したいと思います。はい、で、今回貼っているアンテナ、これダイポールアンテナと言われるもので、試験でも習ったことがあるかもしれませんが、まあ、アンテナとして最も、標準的、基本的なものになります。今見ていただいているバランという給電点の部分からそれぞれ、4分の1ラムダ、波長の4分の1の長さのエレメントが貼ってあって、今日は7メガヘルツを運用しますので波長は40メーターですということで、その先から片側10メーターのワイヤーを引っ張って逆 V 型に貼っています。まあ、これがですね、おそらく HF のローバンドを運用するときに最も標準的なやり方なんじゃないかなというふうに思います。ハイバンドになってくると、アンテナの長さもうちょっと短くて済むので、V 型ですね、逆 V じゃなくて V 型のダイポールとか、まあ、ヤギアンテナとかね、そういったものも選択肢に入ってくるわけなんですが、さすがにですね、片側 10m のエレメントを、空中に貼るのはすごく難しいので、まあ、こういった地面にお世話になってですね、逆 V に貼るというのが標準的です。でこれ、市販のバランを使って僕が作ったちょっと汚い出来のアンテナなんですが、このように長さを切って調整をして貼っているわけなんですが、結構場所を取りますんで、まあ、やる場所を選びますね。まあ、人が少なくて邪魔にならないってことであるとか、エレメントの先をきちんと固定できる場所っていうのをやると結構ね、やれる場所限られるんじゃないかなと思います。はい、でこのやり方のメリットっていうのは、フルサイズ短縮なしで貼れますので、アンテナの性能もちろんいいですし、帯域を広く取れるんですね。これ測ってみると、今こんな感じで 7.1 を中心にですね、前後 100kHz ですね、 200kHz の幅で測ってみましたが、こんな感じでこう、どうだろう、 200kHz ぐらいにわたって、SWR 1.5 以下になるんですね。なので、まあ、特にチューナーとかなくても、これだけで下の CW の周波数から本当 7.2 に近いところまで運用できちゃうっていうのが、このフルサイズダイポールのまず一つの魅力でございます。あ、この辺空いてますかね。ちょっとでもパタパタすごいっすね。パタパタすごいな。上でも変わんないのかな、これ。これどこでもパタパタっすね。
まあ、あの、チューナー入ってない状態で、視聴チェック、こちらは JJ0NSU 岐阜県不破郡垂井町です。視聴チェック、まあこんな感じで、あの SWR はねちゃんと落ちてます。JI8DEO、 こちらはジュリエットジュリエット0ノベンバースエラーユニフォームポータブル2です。どうぞ。はい、JJ0NS ラストジュリエットでしょうか。どうぞ。ラストレターユニフォームです。ラストレターユニフォームです。ジュリエットインディア8 デルタエコーオスカー、こちらはジュリエットジュリエット0ノベンバースエラーユニフォームポータブル2です。ピックアップありがとうございます。ノーカードの曲になりますが、更新いただいても大丈夫でしょうか。 JI8DEO、 こちらは JJ0NSU ポータブル2です。どうぞ。了解いたしました。 JJ0NSU ユニフォームですね。ガスユナイテッド了解でございます。カード全然問題ありません。大丈夫です。はい、ちょっとダミング出てましてね、ちょっと信号表示がようわからんですね。タイムラインぐらいは聞こえてるはずなんですけどね、ちょっとノイズもラインぐらい来てるんでね、お届けどうもありがとうございます。壊すだと思いますね。こちらジュリエットインディアエイトデルタ、ちょっと、消えすぎというかね、やばい、負けそう、ちょっと待って。今、自分のカメラちょっとわからないですね。内容は早くです。コールが高かったら3人に何ぐらいはいけるんじゃないかと思いますけどね。JJ0NSU 国、こちら、JR24、ところで、お願いします。よろしくどうぞ。はい、了解です。JI8DEO、こちらは JJ0NSU ポータブル2です。01048α ですね。01048α 了解です。はい、信号の方は5959で来てますが、ちょっとパタパタ、なんと僕もなんとレポートを表現していいのか、ちょっとわからないんですが、パタパタがありつつも内容の方はね、取れております。5959お送りしておきます。こちらの移動地は岐阜県不破郡垂井町 JCG1901 ブラボー、1901ブラボーになります。名前は小野と言います。大阪の野原のの小野と言います。よろしくお願いします。厳しい中ねピックアップいただいてありがとうございます。ちょっとアンテナの調整をしてまして、出たいんだけどどこも出るところがないなという状況でくるくる回ってましたら、お声掛けさせていただきました。JI8DEO、 こちらは JJ0NSU ポータブル2です。どうぞ。了解いたしました。 JJ0NSU ポータブル0、小野さんですね。岐阜県垂井町、了解でございます。はい、ということで、ちょっとパタパタがすごくて、最近あのパタパタすごいですよね。なんちゃらレーダーっていう軍事用のやつじゃないかとかっていう噂は昔からありますけど、まあ、あれ出てるとどうしようもないですが、なんとか一曲で、おつなぎいただくことができましたが、見ていただいたようにパタパターンだけ出てても北海道とまあああやって喋れるぐらいやっぱり、このやり方飛ぶんですよ。まあノイズもすごい拾っちゃうけどね。で、まあ今日の動画の本題に戻りますが、このやり方が、アマチュア無線の7メガとかローバンドの HF で最も標準的なやり方と言っていいと思います。まあ、僕ね、僕みたいな、本当レベルの低い人間にとっては一番標準的なんで、もっとこういうやり方あるよっていうのがあるかもしれないんですが、僕にとってはね、これが標準だと思ってます。で、今日はま、初心者の方に見ていただきたい動画なので、あくまでこれが標準な上で、例えば僕が時々紹介するコンパクトな
アンテナとかも試してみるといいと思うんですよね。というのは、例えばこの間紹介した RHM12 第一電波工業さんの、あれはすごいあれでいいアンテナなんだけど、やっぱりフルサイズのアンテナと比べたらぐんと性能は落ちるんですよね。その代わりにあのサイズでいろいろなバンドに出られて更新できるっていうメリットがあるわけで、まあ、そこを標準を知った上でそういったものの良さもみんなに分かってほしいな。だからあればっか、ああいうのばっかり紹介してると、あ、これが標準なんだって思われるとちょっとね、もしかしたら違うのかなと思って、今回この7メガの、標準的なダイポールでの運用を、紹介しました。はい、まあこのポール用意して、同軸ケーブル用意して、ダイポールアンテナ、まあ市販のものもあるけど、まあ作って、で、場所的に、まあ、幅、そうですね、片側10メーターの斜めに張ってるんで、まあ、15メーターぐらいの幅を使い、まあ、こうやって車もないとなかなかね、アンテナ立てるの難しいんだけど、まあ、こういった運用になりますが、アマチュア無線 HF チャレンジするんなら、やっぱり一度はこういう標準的なやり方やってもらって、それを知った上でいろんなね、アンテナを皆さんにも試していただければと思います。この動画が役に立ったという方は、高評価ボタンを押していただけると、桃助の動画作りのモチベーションアップにつながります。ツイッターもやってます。説明欄のリンクからツイッターの方もフォローしてください。役に立ったかどうかちょっとわかりませんが、こんな感じでした。以上、桃助でした。バイバイ。